渚の SWO37 ですね。37ですね。はい。これはシルバー艦隊、シルバーソニックね、はい、シルバープレートじゃなくて、はい、シルバーソニックです。そうです。何が違うかっていうと、これシルバーでできた艦隊です、うん、そうです。シルバープレートっていうと、あのブラス艦隊、真鍮艦隊にシルバーのメッキ書きをしてあるんですけど、これは素材、艦隊自体がブラスではなくてシルバーでできてます、はい、これは SWO シリーズの最上位クラスですね。はい、めちゃくちゃ贅沢な。そうです、現行モデルで一番上ですね。最高峰ですね、はい、めちゃくちゃ贅沢です。で、このシルバーソニックを積極的に始めたのって確か柳沢が初めてなんですよね。あ、そうなんですか。もう日本国内ではね、そう、はい、一番このシルバーソニックで有名なのはキングなんですよね、はいはい、で、この柳沢の缶の作り方って結構キングっていうヴィンテージに似てるところがあるんですけど、何で一番柳沢って言われ出したかっていうと、はい、ソプラノサックスなんですよね。あ、そうなんですか。うん、一番最初で、ソプラノって本当にシビアな楽器で、はい、アルトとかテナーって意外にその吹く側の技量で、まあ、なんとでもなるというか、まあ、多少安い楽器でも、まあ、ラグに使えちゃったりするんですけど、このソプラノだけは本当にすごくしっかりと作られたソプラノじゃないと、はい、後で聴いてまともな演奏に聞こえなかったりするんですよね。自分で吹いてる時の感じと録音とか録画して後から見聞きした時のギャップが一番すごいのがこのソプラノなんじゃないかなと思うんですよ。それくらいシビアなんですけど、そういった中で柳沢のソプラノサックスはとにかく間違いがないっていう評判が結構国外でも立つようになって、柳沢ってすごいよねっていう風になっていったっていう記憶がありますね。うん、だからこのソプラノサックスに関しては本当に柳沢ファンじゃない方でも、はい、柳沢のソプラノを持たれてる方多いと思うんですよね。うん、もうソプラノだったら柳沢間違いないっていうのが私の中の個人的なイメージですね。柳沢好きな人って、はい、柳沢ばっかり買われるじゃないですか。ずっと柳沢ですね。そうですね。うちのお客さん見ててもそうだよね。はい、多いですね。ね、柳沢を一回手にされた方っていうのは結構見てると買い替えても柳沢使われる方多いんですよね。すごく多いですよね。アルトとテナー両方柳沢持ってると、うん、柳沢しか持ってないとか、うん、で、多いです。今柳沢持ってて買い替えようと思ってるんだけどって言って、はい、セルマーとかお見せしても、はい、いや柳沢で探してるんだけどみたいな方多いですよね。多いです。それくらいやっぱりこの一回使うと多分ファンになってしまうっていう、やっぱり特有の個性があるんですね。そうみたいですね。ね、はい、特有のゴージャスな響きなんですけどね、はい、柳沢らしい響きを堪能しようと思ったらやっぱりこの素材がいいやつの方が柳沢らしさって出るなって感じがしますね。楽しめるなって。だから T992 のレビューの時にも言ったんですけど、はい、本当個人的な意見ですけどね、はいはい、柳沢らしいこのキラキラした感じというか、さすが柳沢みたいなのを味わおうと思ったらやっぱりラッカーよりもブロンズのような気がするし、ブロンズの中でもライトよりもヘビーの方がより出る気がするし、でやっぱりシルバープレートとかヘビーよりもシルバーですね。シルバープレートとかで、シルバープレートよりもシルバーソニックの方がより出るっていう気がしますね。シルバーソニックっていうことで、うん、やっぱりある程度ちょっと抵抗が強い感じとかあるんですか。あ、そうですね、抵抗が強いというか何回か吹いてこう自分と楽器を合わせながら、だんだんこの楽器の音の引き出し方を練習していくっていう感じはやっぱりありますね。なんかこんな言うとね、とっつきにくい感じに思われちゃうかもしれないですけど、吹いてすぐ音が出るんですよ。吹きやすいです。すごい断然吹きやすいです。吹きやすいけどよりいい演奏をしたくなるんですよね、うん、こいつの持ってるポテンシャルがやっぱりすごいんで、はい、それをパッと吹きではやっぱり引き出せないっていう、
のはすごく吹いてて実感しますね。で、あとほんこういうシルバープレートのソプラノとかを、はい、まあ今のところこの W さんなら結構入ってきてるんで、はい、うちではね、はい、で毎回思うですけど、はい、すごい不思議だなって思う感覚があって、はい、何かっていうと、はい、吹いてる時に、はい、なんかあんまり調子良くないな俺って思いながら吹いてても、はい、後で聞くとしっかりまともな音が出てるっていうことが多いですよ。それは艦隊のおかげです。そうだからこの安定してピッチとかをしっかりと保ったまんま、しっかり伸びやかな音を楽器が結構やってくれるんです、ね、やってくれてるやってくれるっていうかっていうところありますね。へ、でさっき言ったじゃん、そのソプラノって本当にシビアだからね、はい、自分で気持ちよく吹き出しちゃうと、はい、ああうわー気持ちいいわーって吹いてると、はいはい、こことかが緩んできたり、はい、耳でしっかり音取ってなかったりしてのぼせちゃうと、はい、かえって演奏がひどくなったりするんですよ。乱れてくる、ね、そう、はい、だからある意味ちょっと冷静な自分を保ってないと、その場ののぼせ上がったノリだけで終わっちゃって、後でとてもじゃないけど見れませんっていう演奏になることが多いんですよ、ソプラノって特に、はいはい、そういうところをこれをものすごくカバーしてくれますよね、シルバーソニックって。そこがぶっちゃけ最大の魅力じゃないですかね。めちゃくちゃいいですね。めちゃくちゃいいですよ。助かります。なんか重しがついてる感じ、重いっていう意味じゃなくて、本当になんかこの浮ついた気持ちをですね、こいつがキープしてくれるんですよ。だから人前で演奏して、そのものすごく上手な人が吹けば、それはもちろんこれの魅力をフルに引き出せるっていうところで、やっぱこういう高い楽器ってどうしても高い人じゃない、すごく上手くないと手出しちゃいけないっていうイメージがあると思うんですけど、イメージではね。だけどその腕が微妙というか、腕がまあ初級は抜け出して中級入ったぐらいっていうレベルで、例えば人前で吹くことが多い人なんかには、逆にこういった高い楽器使った方が本当にね、後で聴いてうわー助かったみたいな感じですごくありますよね。これは本当シルバーソニックとか、こういう高級素材の楽器特有の感覚ですよね。だからソプラノは特にね、本当になんかこれ結構経験ある方多いと思うんですけど、本当に後で聞いて、うわ何俺この程度ってがっかりするって経験すごく多いと思うんですよ。そういう方には本当にこれはおすすめですね。でもちろんこれ見た目も特別だぜっていう、こう彫刻がですね、かなり綺麗ですね、入ってて本当にかっこいい、彫刻かっこいいですね。綺麗です。でこれデタッチャブルって言って、このカーブドネックとストレートネックと2種類ちゃんと付属してます。はい、これちょっとものすごく綺麗なんですけど、本当簡単には傷ないですね。はい、くすみも焼けもないです。うん、ないんですけど、一点ちょっとあるのはネックにね、傷と剥がれが。ちょっとこのネックに、ストレートネックにもあるんですけど。はい、こっちのカーブのネックの方が傷が大きくて、これは後で外観動画で見ていただきたいんですけど、ここですね、ここがちょっと剥がれてますね、はい、ここが剥がれてます。で、前のオーナーさんがこれリーフレックっていう、この響きを良くするですね、ブラスとかシルバーとかいろんな素材あるんですけど、はい、薄いプレートをここでゴムで止めるっていう、パーソサックス小物が売ってるんですけど、それをつけられてたせいで、結構この周りに擦り傷がついちゃってるんですよね。それ以外は本当にこれ綺麗です。相当綺麗です。相当綺麗です、艦隊は。